今回こそは女とどの、今回こそは女の子とのイベントを見たいと思います。というわけで、前回ね、ほぼ黒なぎとつるんでばっかだったんでね、今回こそはね、ヒロインとの仲を進めたいと思いますんでね、そういう感じのイベントであってほしいですね。体育の時間だからね、体育ってことは、はるかちゃん。運動系に関しては、あの子の独壇場やげんな、おそらく。あ、水泳の授業だったはずなんやけど、みたいな感じで。校庭での実習。体育を実習するってなんなんて話やけどな。俺はそう思うやけどな、なんなん、みんな何するん。しかも、どうやらそれは、あの男、黒柳涼也の仕業らしいのだ。何か事件が起こった黒柳のせいみたいな感じになるからな、お前、妖怪のせいみたいなレベルで。お前さ、一体何やった何やったんや、ほんまに。こんな涼しい顔しとるけどさ、どうすればプールを使用禁止にまで追い込めるか、俺にも想像つかない。何なの、釣り部で水たくさん使いすぎて、プールに水使いようやったみたいな感じなんか、お前。別に大したことじゃないさ。ほんまか、いや、プール、夏でプールできんって言えば、えらい大したことだと思うぞ、お前。行ってみ、怒らないから行ってみ。まあ、なんだ、これをこうして、な。釣り竿を振るジェスチャーをしつつ、言う黒薙。うん、概ね分かった。何が分かった？今プールがどういう状況にやってるか想像したくない。分からんなんでだお前、よくそんな涼しい顔で言えるなって感じやけど、結局何だったん今の。はよ、マルカはこういうの嬉しいだ。出たー、マイヒロイン、マイエンジェル。うん、校庭自由に使えて嬉しいじゃないのさ。そうだな、遊ぶ気満々だな、ハウルカよ。俺は、選択肢。もちろん遊ぶぜ。もう選択肢出た瞬間さ、選択肢が見えた瞬間さ、遊ぶ選ぶからな。こんな遊ばない方がおかしいわ。真面目にやってな、真面目に勉強して何になるんだよ、お前、体育の授業で。バスケット。屋外で？パス。それじゃあ、ハルカが有利だろ？そうやな。そんなことないよ。じゃあなんだ、馬乗りになっていいんか。バスケ中に相手に馬乗りになってもいいんだったら、なんとか勝負持ち込めると思うぞ、お前。馬乗りになっていいんか。ポートボールしようぜ。ポートボール。ポートボールって何？ちょっと何？ポートボールってどんなやつやったっけ。ちょっと気になるけど、ちょっと調べてきていいですか。ルール覚えてないじゃないの。ポートボールって聞いて調べてみたら、ああそんな競技あったなって、小学校低学年の頃はやったことあるなって思いながらもね、小学校高学年上がってからやったことないからね、そんなんなんだって話になるよね。俺が覚えている、俺に任せろお前が信じる、俺を信じろみたいなグレンラガンみたいなこと言いやがった。それじゃカズトが有利じゃないのさ。じゃあさ、もうゲートボールにしよう。確かに平等にできそうだよ。年とかも関係なく平等にできるゲームやけんな、あれ、ゲートボールって。ってことは、ゲートボールって、世界一フェアな競技じゃね？そんな気がしてくるわ。子供でもお年寄りでも、年代関係なくできるゲートボールってすげえな、そう考えたら。ニコニコしながら、ゲートボールの道具一式を持ってくる。黒薙、どこにあったん、そんなん。それだけ揃えられたら、やらないといかないな。潔く。本気なの？なんだお前、本気なのって。何かやばいことに手出す時の反応じゃないかお前。高崎カット、どうやら俺の見込んだ通りの男みたいだな。スティックを取れ。なんかヒロインとのイベントっていうよりか、ヒロインと黒薙を交えた3人っていうイベントだからな。黒薙お前出番多すぎるな。黒薙は独特の形のゲートボール用スティックを投げてよこす。俺はビシッと片手でそれを受け取る。小学生時代から老人会の集いに参加し続けている俺にゲートボールで勝てると思うなよ。なんだそれ。休憩仕込みのゲートボールは甘く見るな。帰り討ちにしてやるぜ。沖縄ではそんなにゲートボール強い県なのか。俺たちは熱い火花を散らし合う。
強制的にハルカを審判にして、審判にしとんかや。ハルカちゃん参加せんのか。あと審判ってなんなん。ゲートボールに審判とかあるんやな。知らん、知らん、知らん。こうして男の戦いが開催されたのだった。ちなみに結果は僅差で俺の勝利だった。いい勝負だったんや。うん、はるかちゃんもやればいいのに。なんで審判なんだ。確かに黒投げの戦争は良かった。だがゲートボールは熱気がものを言うんだよ。お前プロか。さて昼休みだ。昼飯を求めて俺の向かった先は学食購買部。あ、いつもだったら昼休みってさ、屋上に行く行かないの選択肢なのに、今回はこういう感じでちょっと変えてきとるやな。学食と購買部、あーどっちがいいかな、迷うな。でもさ、委員長が学食におりそうなことを考えて学食に行くか。俺は最近委員長の顔見てない気がする。学食だ。学食で美味しいものを食べよう。何がいいかな。俺はメニューを見る。黒学食は定期的にメニューが変更されるからな。それを確かめるのが面倒だったり、でも楽しかったり。鉄火丼、異物か、あ、丼物か、丼物か、いいよな、鉄火丼。団長、オルガいつか。牛丼に天丼、西郷丼、丼ぶりばっかやな。ちょっと待て、何か今明らかに食ってはいけないものが混じってた気がするぞ。とりあえず何か入ってるかも怖いんで、丼物はやめよう。結局俺は無難にカレーを頼んで食べることにした。カレーいいよね。カレーで外れってなかなかないですよね。下手に作ることが難しいのがカレーかもしれん。ああ諸君、本日の食材はこれだよ。あ、意外な人出てきた。あ、水月先生か。あー久しぶりに見たっていうかさ、あ、こういう感じで出てくるもんなんやな、水月先生ってキャラクターは。見てよみんな、委員長歴を垂れないこのおっぱいですよ。あ、これを見ただけでも結構良かったなって思いますが、そうじゃ、家庭科の先生やったっけ。そう言って先生が出してきたのは大量の大根だ。あれ、これもしかしてあれか、え、家庭科の授業にあったこれ、あれよう考えたらこれさ、場所変わったなあれ、昼食の話もう終わった昼食の途中で水月先生が出てきたかと思っとったら、時が飛んで家庭科の授業になったんこれ、もしかして無駄にカレー食べたせいで何も起こらんかったんかイベントこのゲーム謎やわこのゲーム謎やわその辺どうしたんですかこれ。泥がついてるからな。どうせ大方どっかの農家からかっぱらって。うわ、あ、そうか、なんかこの前っていうか、水月先生が初登場した時って球根植えようって回だったもんな。でも本当にどう。あー、出たー出たー、シノノン委員長待ってたよ。ナイスおっぱいです。こう比較してみたらさ、巨乳は巨乳でも水月先生よりも大きいところが見たらわかるんやな。さすが委員長、爆乳デカっぱい、チンチロチン。なんだチンチロチンって。学校の敷地って結構空いてるだろ。だからそこをちと借りさせてもらってたね。ああ、前に植えた分がこういう感じで食えるようになったってこと。おーっと、フルメンバーです。そうか、家庭科の授業やけん、クラスメイトフルメンバーで出てくるけん、この4人揃うんやなそんなところさね。おお、こういうさ、比較的胸の大きい3人が集まるというすごい絶景が見えております。素晴らしい。あ、あの校内菜園って大根100本作れるぐらい広かったか。おそらくは俺が知る他にも菜園を複数運営してると見た。ただものじゃないとは思っていたが、やるなメイド先生。というわけでだ、今日の実習は大根100本勝負。
この100本の大根をどれだけ多くの種類の料理を仕上げられるかで成績が決まるよ。料理勝負や。いや、直撃の相馬やん、そんなん。直撃の相馬か、中華一番あたりの話になってきたぞ、お前。そんな家庭実習、お前、東月学園の授業じゃないんやけんな、お前、これ。100本。その量からして、本当に100本はアウトだろう。これを調理って。めちゃくちゃだ。だが、妙におとなしい勝負だぞ。メイド先生は女だが、そうそう。もう女の人として立派なものをぶら下げているタイプの女の人ですけど。それでは勝負開始だよ。こうしてはちゃめちゃな大根のみの調理実習は幕を開きそうだった。みんな料理できるんか、はるかちゃんはできるんか。俺は大根一本を適当なデカさにぶつ切り回転する。そしてだし用の昆布と一緒にそれを煮込む。こうすればあっという間に煮物の出来上がりだ。おカズト意外と料理できるんか。とりあえず俺は他のメンバーの様子を見てみることにした。まずは勢いだけはすごい。勢いだけはなんか直撃の相馬。黒投げはまるで必殺技でも繰り出しそうな形相で大根を下ろしている。そうか、大根下ろしは代表的な一品だもんな。だがな、こういう時にはおすすめはできんぞ。委員長はどうだろう。お砂糖を 1g 加えてみようかしらね。いや理科やん。理系の料理の仕方。お前、お砂糖を 1g 超えてみましょうかしらねって、もう実験でもしてんのかお前は。理系の料理の仕方。委員長は天秤を前に、はかりを前に試行錯誤中。あー、意外とさ、委員長キャラってこういう時さ、はぁっていう構造するよね。なんだかその様子は料理というよりも科学実験のように見えた。白衣とか着て喧嘩運傾けてそうな表情だよな、どう考えても。そう考えるとやっぱり一番料理らしく見えるのは。あ、カズトじゃん、お料理できてる？ああ、一応な。はるかはどうなんだ？さすがですね、これは結構順調に進んでるよ。さすが嫁ですね、将来の嫁ですね。そこにはすでにいくつもの名前を知らないような料理が並んでいる。料理も知らないような料理、あ、料理も知らないってなんだ。名前も知らないような料理。はるかさ、大根何本使った？まだ5本目だよ。開始5分ですでに5本目かよ。1分につき1本使ってんのお前。単純計算して1分で1本、恐ろしい速さ。なあはるか、なんなのさ。あー、これ選択肢すごい気になる。カツラハギって読むかな、よくわからんやつと、後で料理壊せてくれ。錬金術をしてみる。錬金術、野菜の錬金術師や、お前。この大根を使って錬金術をしてみてくれ。国家錬金術師になってくれ。この何の変哲もない大根、これに賢者の石を使うと立派な人参で、できるはずないじゃないのさ。ずいぶん地味な錬金術しようと思ってたんだな。地味とか言ってんじゃないよお前。じゃあカズトならどんな錬金術してみせるっていうの。指パッチンして炎出せるんか。俺か、俺はな、なんでもないゆで卵の中身を孵化直前の。ぜひやめ。ただの調理です。はい。なんで話をしていると、煮物が煮えてるようだ。時間はまだそれなりに残っている。ふん、もう一品作ってみるかな。俺は大根をさっきよりも小さく切っていく。そして鍋へ入れる。別に煮物をもう一鍋作るわけではない。そう、大根の味噌汁を作るのだ。これも手がかからない品である。ところで遥か、何なのさ。味噌をいくら入れても味噌汁っぽい味にならないんだが。
出汁を入れるのを忘れてるじゃないのさ。冗談だ。お決まりのネタだからな。一回はやっておかないと。いくらなんでも俺たちの年で出汁を入れるの知らない奴なんていないだろう。え、味噌汁って出汁とかあるの？え、味噌汁って味噌だけでいいじゃないの？知らなかった知らなかったえ、そうなんじゃえ、味噌汁ってあれ、え、味噌をお湯で溶かしただけで作れるものってないや。え、そうなん？そうだよね。はぁ、そうだよな。はぁ、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 おい、高崎、俺の味噌汁、いくら味噌入れても、こういう味にならないんだが、何がいけないんだろう。おー、黒なぎ、お前は、俺と同類だ。空気が死んだ。おい、高崎、なんとか言ったらどうなんだよ、吉野さんもさ。いたんだな、知らないよ。何のことだよ。二人で秘密の会話かよ。そうだよ。俺は、はるかと二人でね、イチャラブしてたいんだ。お前は入ってくるな。その後、たっぷりと大根料理を食べて、授業は終わった。カズト君がさ、割と料理できるタイプなんやなっていうのね。普段やらないタイプの人間だったんやな。授業が終わった。さて。あー、ちょっとなんだこれ。これもちょっと気になる選択肢を、これ。いつもね、こういう選択肢が出とったら、こういう感じでセーブしておいて、動画では買って一個だけ選んで、残りをちょっと実況外で見たりしております。そんな感じで俺、こういうゲームをプレイしてますんでね。せっかくやけん、ジュース買いに行こう。なんだろう、このジュースでも買いに行くかって選択肢。なんなんこれ。適度に糖分取らないと頭が回らないからな。たまには、はるかおすすめのオレンジジュースでも飲んでみるかな。さて、自動販売機まで来たものの、はあ、さて、どうしようか。どうしようかってジュース、どうしたん？ああ、買った後どこに行く？保健室とか末期を行くのやめない。なんでここで保健室ってあるんだな、お前。なんでわざわざ保健室行くんだな、お前。あえて行ってみるけど。保健室に行こう。頭いかれたりするな。保健、黒学校の保健室を実態知っとる人にとっては頭いかれた選択肢やな。頭いかれたメッセージできたら、保健室に行こうってか、そうだ、保健室に行こうってか、そうだ、京都に行こうみたいな感じでなってるからな、お前。ああ、冷たいお茶だけもらったら速攻で逃げるんだ。立ち悪いな。ああ、もう、自販機の飲み物のお金、蹴散ろうとしよんか、これ。あら、高崎くん、いらっしゃい。うん、恐ろしい人だよ、この人。おっぱい大きいけどね、これはね、パッド入れてるだけだからね、みんな。騙されんなよ。多分、この先生、見た目女性で中身男だから。冷たいお茶ください。保健室は給水所じゃないんだから。でもさ、これそのうちお茶の中に何か入れてくるんじゃないかな。大丈夫なんかな。冷たいお茶ごちそうしてくれたって言っても、そのお茶の中に何か混ざっとうかもしれんな。大丈夫かな。ふう、生き返ったぜ。すぐ死ぬかもしれんな。だけど高崎くん、大丈夫？大丈夫って何がですか？今のお茶に睡眠薬でも入ってたんですか？あり得る話である。ああ、その手があった、ね、あ、なかったわ。よかった、なかったわ。その手があったわね。で、次からちょっとお茶飲めんでないから、お前。そんなこと言わな。次に出されるお茶飲めんでないか、お前。先生はポッと手をひらを叩く。げ、いらんこと言わっちまったか。話題をそらせないと。で、一体何のことですか。最近、高崎くん、
顔色悪いし、何か悩みでもあるのかなと思って。最近の悩みですか。そうですね、なんか黒なぎとのイベントが多すぎて女の子のイベントが少ないように感じるんです。そこが悩みですかね。悩み？こう見えてはカウンセラー、校内カウンセラーなのよ。お金以外の悩みなら任せて。あ、そうだったんじゃ。ああ、心のケアもしょんじゃ。カウンセラーですか。ほらほら、一人で悩んでないで、まず相談してみる。保健室に入ってきた男の精液吸ってる人が何言ってんだって思うんですけどね。俺に悩み？そんなもんあったか？あ、強いて言えば一つだけ。なんか最近変な夢見るんですよね。まあ一応見よんか。変な夢？朝起きるとパンツの中がベタベタしてたりとか。そんな下ネタ入れてくるなお前。だからね、大丈夫。それはケフィアだから。何一つ大丈夫に感じない文章だな。いいえ、違います。というかそんな夢じゃないです。じゃあどんな夢なの。よく覚えてないんですけど、最近毎日のように同じような夢見るんですよ。同じような夢、毎回同じ場所で同じ人物と会っている夢みたいなんですよ。同じ場所、同じ人物？ひょっとしてそれは恋じゃないかしら。いや、それはないでしょう。だってその人物見覚えがないんですから。そうなんよな。ああ、ある意味二次元に恋しちゃってる。いや、もしかして二次元に恋しちゃってる。見たこともない人が出てきたの？ちょっとそれは引っかかるわね。それきり先生は黙り込んで資料を漁るのに専念してしまった。自称カウンセラーでも俺の夢はお手上げなのか。何のイベントだったのこれ。今日はたまたまラジオをつけていた。ラジオなんかあるんじゃ。部屋の奥から発掘された旧式のラジオ、今まで全く手入れをしてなかったのもかかわらず、いまだに使えることが分かったので、なんとなくそのまま聞いていたのだ。音楽のランキング番組が終わったので、そろそろ切って寝ようとした時だった。立花つぐみのサイレントナイト。あれ、この声なんか聞いたことある。この声聞いたことあるわ、なんだ？やけにやる気のないタイトルコールからその番組は始まった。皆さんこんにちは、パーソナリティの立花つぐみ。夢の中の先輩、こんな声だった気がするんですけど。立花つぐみ、いつやか黒なぎが熱っぽく話していた気がする。今人気急上昇中の寡黙系アイドル歌手だっけ。今晩から始まりました新感覚科目系ラジオ番組。ごつテンポ悪いな。サイレントナイト。これからのテンポ悪い。お付き合いしてくださいね。だって BGM と全然違うテンポやもんさ。この人が喋る時だけこの BGM 違うやつに変えた方がいいレベルでテンポ悪いなこれ。なんかまだフラグ立ったし。なんだこのフラグ。何か口調からしてあまり喋られてないみたいに感じられる。でもいくら番組タイトルがサイレントナイトと言っても、ラジオで黙ってたら番組が進みませんよね。あははは。いや、あんたが話すスピードが遅いのもせいだじゃない。この声を聞いていると、しっかりとパーソナリティとしての役目を全うできてるか心配になってくる。なんだかいっぱい喋るのって疲れますね。パーソナリティが一番喋っちゃいけないことを言っている。おい、まだ番組始まってスタッフも経ってないだろう。でも頑張ります。ファイト。
これだけ気合が入ってないファイトも珍しい。それでは最初のお手紙を。はい。声が途切れたと思うとプツンという音とともに放送も途切れた。一瞬ラジオの調子がおかしくなったかと思うとそうではないらしい。まさか。俺は放送が途切れた理由が分かった気がした。確かラジオ番組は一定時間喋らないと放送事故と認識されて中断されてしまうんだと。何一つ事故してなかったのに。彼女喋り疲れたんだな。新感覚科目系ラジオと目を打たれたこの番組、30分番組のはずが3分も持たずに中断するとは別の意味で新感覚だな。寝るか。何だったこれ。いかにもしばらくお待ちくださいと言いたげな柔らかな音楽が流れてきたラジオを消すと俺は床についた。そんな感じで次の日が夢見るんかな。あー来ました、来ました。じゃあ今回のパートはこの夢を見終わったところで終わりましょう。その日の空も青く澄み渡っていた。俺は重い扉を開き、青空に近いいつもの場所へと向かう。いつもの立ち位置でいつものように街の風景を眺めていた。俺に気づくと振り返って言うのだ。またお会いできましたね。科目系の彼女と同じような声しているだな。先輩も頑張ってるな。少女は台本を書いているようであった。買いかけの総台本。俺はしばらく少女が台本を書いているのを見ていたが、やがてその内容が気になっていた。何ですか。ちょっとだけ見せてくれない、その本。でもこれは書きかけで。わかってる。先輩の面白い作品がどうやって生まれるのか、その秘密を探ってみたいんだ。別に構いませんけど。これでノートを見てみたらさ、犯罪者の名前がずらりと並んどったらどうしよう。そしてその犯罪者の名前を検索してみていたら心臓麻痺で死んでいたらどうしよう。少女は台本を俺に渡す。この本は世界で俺が一番最初に読むんだな。そんなことを言いながらページをめくる。それは宿会と呼ばれる少女とフクロウと呼ばれる先生の話だった。続き書きよんじゃ。フクロウを閉ざして自分の部屋の中に閉じこもり続ける宿会のような少女。その少女を何とか外に連れ出そうと説得する白い翼を持ったフクロウのような先生の物語。堅くなな少女の心はどんな言葉も受け付けないかのように見えた。しかし先生が説得を続けるうちに少女は部屋の鍵を開けてくれる。先生は少女の手を取って外へと歩き出す。さあ世界を見に行こう。俺は改めてその台本のタイトルを見る。そこには何これ。気づけばそこは自分の部屋だった。外はまだ暗い。夢だったのか。いつもはほとんど夢の内容だと覚えていない。だけど今の夢はよほど印象的だったのか覚えている言葉があった。それはハッピースクール。わあ、ゲームのタイトル回収してきやがった。だから何だというのだろうか。